朝風呂してきました。どうもこんにちは、ニキビズラオです。だいぶひどいねここね、ニキビが。これね、これから朝飯を食べます。はい、今温めた味噌汁です。炊きたてです。あ、全然映ってないし。ちょっと映ってないやん。はい、炊きたてです。あ、美味しそう。最高でしょ。いただきます。うまい。えのき、玉ねぎ、長ネギ、油揚げ、そして豆腐が入ってますね。うん。あっちょ。ベロが大火事。三重熊野の天然水。三重県にも熊野っていうところがあるんですね。広島県にも安芸郡熊野町というところがあります。筆が有名な町ですけど、
うん？床に落ちたやつ？今日はこの後息子の運動靴がもう破れてしまったのでイオンに買いに行って、でその後ソフトボールの練習に行きます。下はあの学校に入ってきよるあのジャージのズボンで金さえ黒い、上は着てもいいけど、うん、だってすぐ出れるのがいいじゃん。うん、いや、すぐ出れるのがいいじゃん。飯食ってから昼飯。もう服着とってから、準備しとってから行くの。とても美味しかったです。本日日曜日の朝ごはん、味噌汁かけごはん、まあ猫まんまと言ってますけども、皆様の地域ではどう言って言われてるか分かりませんけど、猫まんまをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、パンツじゃん。